子どもたちがスーパー銭湯の仕事を体験したのはサニーライブグループの日だまりの湯です。まずは受付で元気にお客さんを迎えます。いらっしゃいませ。水温の管理をするボイラー室では入浴剤を入れました。続いて洗い場のシャンプーの補充、こぼれないように慎重に注ぎます。そしてみんなが楽しみにしていたのが厨房でのソフトクリーム作りです。綺麗に作るのは難しいけど大丈夫かな。できる、自信はあります。自信たっぷりの子どもたち、プロ顔負けの腕でとっても上手にできました。